どうもビタズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。今回紹介するレンズですが、オリンパス D 随行 FC F3.5 の、7.5cm と、いうことでですね、見ていただいたらわかるかもしれないんですが、蛇腹カメラのレンズで、ございます。でですね、ちょうど昨日か今日かですかね、やっとチャンネル登録者が、100人、超えまして、ありがとうございますというのは、伝えたいなと思います。去年の確か11月頃にですね、チャンネル開設しまして、でそこから、手探りの状態でデジカメレビューやらなんかいろいろしょうもない話やら、動画をアップ、してる中ですね、今まで250本行ってるかな、行ってないかなっていうぐらいの、動画をアップして、やっとこそ100人、登録者、超えましたというところで、すごい嬉しく、思っております。で1年で100人かっていう、正直なかなか厳しいなと、いうのはあったりしますが、まあ見ていただける方がたくさん増えれば増えるほどですね、やっぱり僕もやる気も出ますし、なんかやりがいも感じれるかなと、思っておりますので、これからもですね、まあ、ご覧いただければありがたいなと思っております。最初の頃はですね、やっぱり動画毎日アップしてる時期も、あったりしたんですが、まあ一桁超えるのも何週間か経たないと、実際は数字として出なかったりだとか、してたんですが、今はですね結構いつの間にか2桁ぐらいは、行くように、なってまして、気がついたら2、3日経って気がついたらもう2、30回は見られてるなと、いうことで、一応成長、チャンネルとしての成長はしてきているなという実感がございますので、まあ、これからも続けていきたいなと思っております。更新はですね、やっぱりこのやってる内容がですね、レビューなんで、なので、まあ、物が増えないとですね、どうしてもレビューっていうのも難しくてですね、更新の頻度っていうのは、どんどん落ちていってしまってるんですが、まあ1ヶ月さすがに空いたりとかそういうことはないと思いますので、まあそれぐらい空くようであれば何か別の企画的なことを考えて無理やり、アップはしようとは思ってるんですが、まあまあレビューメインでやっていきたいなと。でまあ作例もですね、やっぱり撮れないと動画として、まあ、レビューってレンズの外観とかねだけお伝えしてもあんまり意味がありませんので、まあ作例も込みで素材を集めないといけませんので、まあちょっとお時間いただいたりとかですねする場合もありますが、よろしければ、まあ気が向いた時にはアプリを開くなり、まあネットで見るなりしていただければなと思っております。という中でですね、今回紹介させていただくオリンパスのレンズなんですけど、前回じゃないな結構前ですけど、蛇腹カメラのレンズをですね、コニカっていうかコニシロクの時代の、ヘキサのもう70年80年前のレンズでしたが、レビューさせていただいてまして、で今回蛇腹レンズとしては 2台目、2本目ということに、なります。これはですねマミヤ6という、カメラに、ついてたレンズだったようで、これでもそうですね60年から70年ぐらい前の、ものになりますが、大変綺麗な状態でですね、購入しまして、もともとですねもうシャッター関連の、機構は取り除かれている状態で、ジャンク品として購入しましたので、まあ、前のオーナーさんもですね多分デジタルで使うなり、なんなりなんか別の用途で使ってたんじゃないかなと、思うんですが、まあその辺はすごい便利で、そのまま、なんとかですねマウントアダプターでっち上げて、フランジバック調整したら使えるようになったということで、
これが M42 のマイクロフォーサーズ用アダプターで、これがですね、これが M42 のマクロチューブですね、エクステンションチューブで、これが重要なんですけど、これがですね、M42 のテレコンバーターの部品です、テレコンバーターのカメラ側に使う部品ですね。これのここの内側の径とですね、このレンズのこの径がですね、ちょうど一致して、まあ、偶然の発見ですけど、これが使えるんですよ。そのままねじ込みできるんで、これをつけて、でエクステンションチューブ使って、でつけて、これで無限も出ます。若干オーバーインフですけども、無限出して、でレンズ先端、これがフォーカスリングなんですが、本当の最短撮影距離は 1.25m、までということなんですけど、これ繰り出しがもっとできますんで、はい、すごい繰り出しできる状態になってます。撮れますね、撮れちゃうんで、まあ、撮れるまでは繰り出しできるんで、本来の 1.25m よりかは寄れるという状態になっておりまして、で絞りが、絞りはここですね、ここのレバーで操作するんですが、絞りは、10枚ですね。まあ、蛇腹カメラのレンズ、前に紹介したヘキサーも10枚までしたね、確か。で、おそらく金属の羽が使われてるという、ことで、結構コストかかってるんかなっていう、まあ、これが出た当時としては多分、結構裕福な、家庭でしかですね、カメラって、使えなかったりだとか、する時代だったのかなと思うんで、高級品といえば高級品だと、思うんですけれども、レンズ自体ですね、コーティングはされてるのかな、コーティングに関しては、あんまり情報がなく調べれてないんですが、コーティングされてるっぽいんですよね、なんとなくちょっとだけなんですけど、まあ、時代が時代ですから逆光にはすこぶる弱いということで、で一応ジャンク品として購入してて、まあ、シャッター関連取り除かれてて、でレンズが曇ってたということで、ジャンク品だったんですが、まあ、この時代のレンズってすごい分解簡単なんで、曇りもすぐ取って、綺麗にした状態で使ってきております。まあ、思ったよりもしっかり映るなと、まあ、この高級感伊達じゃないなというのは感じましたね。まあ、もちろん逆光時っていうのはなかなか、まあ、厳しい部分、コントラストすごい低くなる感じ、あるんですけど、まあ、それもね、味の一つとして、捉えてですね、考えれば、全然いい感じかなと思います。で絞り開放で撮るとですね、めちゃくちゃにじみますんで、基本 5.6 ぐらいまで絞って使うのがいいのかなということで、 5.6 まで絞るとまあシャープ、全然もう70年とか前のレンズと思えないような、繊細な写り、しますので、まあレンズの枚数も少ないでしょうし、すごい、まあ、工学的にですね、無駄のない作りなのかなと思っております。というわけで、ちょっと長くなってしまいましたが、チャンネル、登録100名超えてありがとうございますというメッセージと、レンズレビューでございました。作例をですね撮ってきておりますので、ご覧いただきたいと思います。ちなみに今ペンでレビューしてますけど、使ったのは NEX6、NEX の6で、使っておりますので、焦点距離としましては、75足す、2分の75ということで、なんぼや35、37.5、105mm ぐらいですかね、焦点距離にはなってますが、撮ってきておりますのでご覧ください。では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。作例をどうぞ。